土石流からの復興と並んで注目されるのが責任追及の動きです。崩落した盛り土は長年の間放置されていましたが、2年が経っても責任追及が進まないことに遺族は憤りを覚えています。酒井真理乃さん、67歳、毎月ふるさと熱海に足を運んでいます。物事も全然変化がないので、あまり気持ち的には変わってないですけれど。酒井さんの母紗恵子さんと弟の幸義さん、幸義さんは高齢の母の身を案じて還暦を過ぎて伊豆山に戻り、都内の勤務先へは新幹線で通っていました。しかし2人は2年前の土石流で帰らぬ人となりました。実家の庭にたくさんの花を植えていた母。5月は母の日なので、カーネーション、母は本当にお花が好きだったので。まーちゃん、ゆきよし、じいちゃんも、ね、久しぶりですけれど、伊豆山に帰る場所はもうありません。結婚してから東京で暮らす酒井さん、土砂の中から見つかった2人の遺品、母がいつも持ち歩いていた手帳もありました。結構やることまめに書いてる人で、明るく活発でボランティア活動にも積極的に関わってきた母。遺品は返ってきましたが、心の整理はついていません。まあ、本当に何も進んでない空白ですよね。私の中では時間止まっちゃってるし、向こう熱海帰っても何もできないってことがすごく。母と弟の命を奪った盛り土には規制を大きく上回る土砂が積み上げられていました。酒井さんは他の遺族らと盛り土があった土地の現在と前の所有者、県と熱海市などに損害賠償を求める裁判を起こしています。ところが誰も責任を認めず謝罪もありません。なぜ盛り土は造成され大規模な崩落を防げなかったのか、真実を明らかにしなければ前に進めないと考えています。もう責任逃れのことばっかり言ってますので、やっぱ認めてほしいですね。ちゃんと手続きしなかったことをなあなあにどん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 先送るみたいなことをしちゃったことで、なる送るべきして送った。2年が経っても先が見えない中、遺族は盛り土が崩落した責任を追及し続けています。